ハロウィンっぽいライダーが並んでますね。いきます。4段のカード1枚公開します。いいんですか。はい、バンダイマニア元気もりもりまりちゃんです。バンマリ上陸りくんです。いつでもフルスロットルつぐみんです。今日はですね、仮面ライダーバトルガンバレゼンズで現在開催中のイベントバトルハッピーライダーズハロウィンをプレイしていきたいと思います。おー聞いたー、はい、今日はでも11月2日、はい、ハロウィンは終わりましたが、皆さんガンバレゼンズでハロウィンは続きます、はい、すごい。ハッピーライダーズハロウィンは11月7日まで開催されているということでね、はい、まだまだガンバレゼンズはハロウィンのね雰囲気がね楽しめるということ で、 そうですね、はいはい、ということで今回はどっちかにプレイしていただきたいと思います。おお、じゃんけん。あ、じゃんけんしますか。じゃんけんで決めます。そこからもう勝負が始まってます、はい、じゃあどっちか分かりました。頑張ってください、はい、ちなみに今日の初出し情報がすごいです、はい。おおおなんだ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 ということで最後までお見逃しなく、はい、それでは早速やっていこう。バンバに最初はグーじゃんけんぽい。やったーということで、はい、つぐみに今日はハッピーライダーズハロウィンをプレイしていただきたいと思います、はい、で今日使用するデッキなんですが、うん、実は私の方で用意してきました。おこちらの5枚になります。おお、アントレスラーがいますよ。カメラでが、そうです、アントレスラーがいます。でこうノーマルだったりレアのカードが多いので、うんうんうん、あのかなり比較的組みやすいというか、そうですね、頑張れゼンズ始めやすいこう、うん、デッキになってるかなと思います。しかもスピードレベルもかなり高いんですよ、うん、なのでこう先行取りやすいっていう、うんうん、アイコンも揃ってますね。全部パンチとキックですよ、はい、そうで、スロットも揃いやすいっていう、ね、属性も全部アタッカー、はい、攻撃すごそう、はい、うん、ということで今日はこのデッキを使ってつぐみに、はい、ハッピーライダーズハロウィンをプレイしていただきたいと思います。バンマニ、はい、じゃあイベントバトルやっていきます。ハッピーライダーズハロウィンって書いてあります。かぼちゃもいる。選びます。はい、期間限定のモードだ。じゃあ早速遊んでいきます。戦っていきます。最初はナイト、キバ、ライブ、ローグ、いいですね。ハロウィンっぽいライダーが並んでますね。いきます。じゃあまずリーダーは仮面ライダーガッチャード、アントレスラー。いきます。カードスタン成功。タッチ操作でライダーを変身させよう。いくぞアントルーパーレスラージー、矢印をなぞれ。アントルーパー、もう一回レスラー G。 変身、もう一回ガッチャンコ、アントレスラー。かっこいい。ちゃんとアリのマークが浮き出てました。2枚目仮面ライダークローズ、3枚目は仮面ライダーオーズ、サトバコンボ、最後は仮面ライダーストロンガーでいきます。サポートカードはパンドラボックスでいきます。すごいスピードめっちゃ上がってる。いきます。バトルチーム決定だ。相手チーム登場。俺と戦うと言ったら、うわ、本気なら今すぐ戦え。ラウンド1。ナイトとキバ並んでるのちょっと熱い。はい、今回アイコンが全部パンチとキックに揃っているので、頑張ってみる。スロットも揃いやすいぞ。いけ、いきます。はい、スロットをタッチして揃える。キック、うわー、それはないけど、スピード6だからな。はい、いただきました。先行、先行なので攻撃アップしました。いけアントレスラー。お、削っている。いきます。相手の攻撃、
周りもラウンド2はいよライダー出撃、はい、いけますってちょっとのお金と明日のパンさえあればスロットいけますってそれますってそれますはいスロットをタッチして次はそれるぞおうソロワーズスピードバトンページが長い方が勝ちだ。ここは任せて。右の攻撃。アビリティ発動。いくよ。先行なのでまた攻撃が上がりました。はい。行くぞ。どんどん削ります。野球試合だ。アメージング。道具。レジェンドアビリティチャンス。クローズですね。ライダーキック。どいてもらうどいてもらうほらほらほらマジはい大成功君の必殺技発動きましたタッチ操作で必殺技を決めろボンバー勝負だ！矢印をなぞれ！ワルトレスロー！もう一回！行くぞ！ふっ！タッチしろ！よし！どんなもんや！決まった決まったすごい紙吹雪待ってた勝ちましたハッピーハロウィーンバンマニはい今日はイベントバトルハッピーライダーズハロウィンをプレイしていきましたはいハロウィンのイベントっていうことで、うん、もう仮面ライダー何が出てくるんだろうって楽しみにしてたんですけど、うん、もうナイト、キバ、ローグ、ライム、うん、コウモリライダーですねこれテンション上がりまくりですまず確かにはいぜひねまだプレイしてない人は11月7日まで開催中なので、うん、やってほしいよねそうですね、うん、ハロウィンはまだ続いておりますがマルジェンズではい、はい、ちなみに今回つぐみにプレイしてもらったデッキなんですけど、はい、11月1日発売のテレビくん増刊号に載ってるデッキなんですよこれ、うん、なるほどもう読みました俺読んでないあ読んでない読んでないもう読んでる私はもちろん見ましたよ、うん、チェック済みです読みますまた読みますはい、はい、もう第3弾のカードで組みやすいデッキだったり、うん、戦い方とかが改めて紹介してくれてるので、うん、これはもう勉強になりますねまだ発売して1日しか経ってないので、はい、まだ間に合いますよ、はい、全然、はい、それと1個気になったんですけど、はい、まだガンバレジェンズに登場してない仮面ライダーがちょっとチラッと映ってた気がするんですけどはい、はいまあ、読んだ人ならね分かると思うんですけ ど, どそうなんですよ、まあ、ちょっとまだ教えられなくて あのフォームがあのフォームいましたいました、ね、なんで2人だけちょっと待って読まないと、はい、ということでですねテレビくん増刊号にはですね、はい、ガンバレジェンズ4弾のカードが、はいなんと発表されてるんですよ。おお、これ読まないと余計読みたくなるじゃないですか。余計読みたくなるよね。はい、ってこと、待って、四段の、うん、いつ稼働するの？めっちゃ気になるんですけど。まあそうだよね。なんか四段の情報を組んの早くねって思うよね。そうだよね。ということで初出し情報です。ってことは？ガンバレジェンズ四段11月末稼働開始です。おっしゃ。はい早くないですか確かに早い、うん、早いですまさかのこのタイミングで4段稼働、うん、え早っ私も思いました、ね、3段からまだ2ヶ月しか経ってないのに、うん、稼働したいってことですかそうなんですおーまあでも早くプレイできるってことはいいことですからねそうですそうですいや嬉しいですありがとうございます、うん、ということでね、うん、あとまあ1ヶ月ももうないので、はい、3段を楽しめる期間がねなので、もう今のうちに3段をたくさん遊んでいただいて、うん、11月末からはですね、ぜひ、ガンバレジェンズ4段をプレイしていきましょう。うんはい、さらに、これだけじゃ終わらないのがバンマニなんですよ。おえ、なんですごくないですか ?4 段のカード、1枚、公開しますいいんですかはい。テレビくんにも載ってないカードですか。ああ、そっか。はい。新しいカメラじゃない。そうです。ね、おじゃあもう早速見ていただきましょう。はい、こちらです聞いたー聞いたー
物語の結末は俺が決める。はい、仮面ライダーセイバーブレイブドラゴンですね。そうなんですよ、カレンケンレカも全部光ってます。はい、なんちゅうかっこいいラスト。これはレジェンドレアで登場します。いやー、激アツすぎる。はい、うん、これまでセイバーのブレイブドラゴン出てたんだけど、うん、ですね、ちょっと改めてねレジェンドレアでね、はい、登場してくれるということに喜びを感じております。これはサンダーのね剣アイコンのねカード揃えないと、うん、あーね、はい、確かにね。ということはセイバーからもいろんなライダー出るってことですかね。どうかな、まあ、そこまではちょっと私もね知らないので、はい、まあでも分かんないね。楽しみすぎる、はい、いろいろ考察というかね、うん、そうですね、妄想を膨らませながらちょっと4段をね、はい、待ちましょう。そしてそしてまだまだあります、初出し情報。もうすごすぎませんか、お腹いっぱいなんですけど11月8日から11月23日で強敵ボスバトルというイベントバトルが始まります。来ましたね、はい、いつものごとくですね、はい、3段はどんなライダー登場するんですかね。はい、はい、今回もね6ステージありまして、うん、難易度は難しいと超難しいしかありませんので、この3段のね終盤に差し掛かってきてね、はい、うん、自分の腕を試すチャンスだと思うので、もうカードも集まってみんな遊び込んでる時期ですからね、はい、はい、ここで挑んでほしいですね、はい、はい、ちなみにあのステージはこんな感じになっております。おー、これまず難しい。はい、おー、スカル、ジョーカー、はい、トドロキ、ザンキ、そうです、なんだこれは、すごい、ね、指定が揃ってる、はい、はい、早速強そうだですね、これは強そうだな。そして他のステージがこちらです。お、待って、ギーツ、はい、ギーツナイン、これもうだって劇中でもギーツナインと武人ソードめちゃくちゃ強いのに、うん、さらにナーゴとバフォンまでいる、これは絶対強いですよ。うん、うん、まあ、なんといっても超難しいですからね。超難しいですね。すごい、はい、はい、果たして勝てるのか、はい、はい、私たちもね前回さ動画で、うん、紹介したハッシュタグ頑張れず最強チームとか参考にしながらちょっと戦っていきたいなと思っております、はい、うん、皆さん秋も頑張るジェンズだ。仮面ライダーバトルガンバレジェンズ3弾は全国のアミューズメント施設などで好評稼働中。テレビシリーズ仮面ライダーガッチャードはテレビ朝日系にて毎週日曜午前9時より放送中。ガンバレジェンズが気になったら概要欄をチェック、高評価とチャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバイ。